象庁は4月から6月にかけて全国的に気温が高くなるとする予報を示し、5月頃から熱中症に備えてほしいと呼びかけました。十分な熱中症対策をですね、特に5月あたりから取っていただければと思います。4月もここ数年30度に達するような日があったりとかありますので、気象情報には留意していただきたい。気象庁は19日、4月から6月にかけて気温が沖縄から北海道まで全国的に高くなると予報しました。気温の上昇は日本の南側で太平洋高気圧が強まるためで、高温や体調の管理に注意してほしいと、4月以降早い段階から熱中症に備えるよう求めました。また西日本の太平洋側と沖縄奄美では南から暖かく湿った空気が流れ込みやすくなり、降水量が多い傾向になると見込んでいます。これらの地域に対しては都市部の浸水や河川の氾濫も考えられる。梅雨入りする前にハザードマップの確認などをお願いしたいと呼びかけました。